はい、皆さんこんにちは、えー、不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております不動産鑑定士の川原と言いますでは今回はこのタイトルですね、えー、とまだ間に合う2021担当一発合格法というテーマでガイダンスをさせていただきます、えー、とこれからですね、えー、と年明けからでも2021年度のま担当式試験に 間に合わせることができる、まあ一発で合格することができるということね、可能だということをですね、様々な角度から説明をさせていただきます。えっ、ー、とまずは前提としまして、この不動産鑑定試験の試験制度について、ね、説明をしていきます。はい、えっ、ー、と不動産鑑定試験はですね、まず単答式試験受験をしていただきまして、で合格した方が論文式試験受験しまして。 で最終合格ですね要はこう2段階選抜方式になっていますまあ、公認会計試験なんかと同じような試験制度2段階選抜方式になっていますまずはこの担当式試験の概要から確認をしていきます担当式試験、えー、と出題科目としましてはですね、えー、2科目ですね行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が課せられます行政法規 不動産というのは、買って気ままに使えるものでなくて、様々な規制法律があります、えーと。建築基準法とか、都市計画法とか、そういった法律面て聞いたことないでしょうか。そういった不動産に関する三十七の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になってきます。えー、ともしもあの宅建試験とか受けられている方は、こう宅建試験で学んだことの四、えー、割ぐらいが重なってくるのが、この。 行政法規という科目になってきます。あの宅建試験で勉強したこと、を活かせる科目がこの行政法規という科目になっていきます。一方鑑定理論ですね。不動産を鑑定評価要は、不動産の経済価値の経済価値を判定していくらいくらという金額を出す。そういった鑑定評価を行う上での理論考え方を学んでいくのが、この鑑定理論という科目、まあ、鑑定士としての専門科目ということになっていきます。 でいずれも卓一式マークシート方式で40問ずつそれぞれ2時間ずつで解いていくそういった問題ということになってきますでいつ試験が行われるかと言いますと試験期日はと言いますと例年 えと5月の中旬の日曜日は第2日曜日が、えー、通常で担当式試験の試験日ということになってきます。えー、っと2021年度、すでに、ね、試験日発表されてまして、まあ、例年通り5月の9日がです、ね、第2日曜日が試験日と、ね、発表されています。 ではどれぐらいの率で合格できるのかと言いますと,、えー、と合格率はだいたい30%強ですね。えー、直近令和2年度ですとだいたい33%の合格率になっていました。えー、宅検試験が今確か15%前後だったと思いますので合格率、まあ、単純な比較はできないと思うんですけど、まあ、合格率という意味ですと宅検試験よりもまあ受かりやすい試験がこの担当式試験ですね、まあ、3年に1人が合格できるそういった試験ということになってきます。 えっとちなみに合格ラインはと言いますと大体、だいたい願書ですとおおむね7割程度と示されているんですが、まあ、鑑定試験は相対評価の試験です。えー、っと問題の難易度によって合格ラインは、ね、上下しますので、まあ、最近ですと7割弱ですかね7割を超える7割弱ぐらいで、えー、もう合格できてそういった合格ラインになっています。ではどれぐらい勉強すれば合格できるのかということです。 えと標準的な学習時間はこれ講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらい勉強時間ですね、えー、かけていただければまあ合格することができると言われています。えー、と卓球試験が大体300時間ぐらいと言われてますのでその1.5倍ぐらい勉強していただければ、まあ、担当式試験ですね十分に合格することができると言われています。でこの担当式試験突破しますと続いて論文式試験ということになってきます。で 科目はと言いますすすと論論、文試試験験は4科目ででね鑑定理論民法、経済、会計学で試験が課せられますまず行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文式試験では出題されません一方で鑑定理論というのは鑑定士としての専門科目ですので論文式試験でも出題されまして加えて民法経済学会計学この科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。 でいつ試験が行われるかと言いますと試験期日ですね。えー、と例年8月上旬の同日月の連続する3日間が論文式試験のね日程ということになってきます。えー、こう最終日月曜日ですのでえー、とお仕事されている方はね事前にお休みを取っていただく必要があります。えっ、ー、とやはり2021年度、えー、論文式試験の試験日がね、えー、もう発表されてましてえっ、ー、と2021年度はねオリンピックがね えと延期されてこう実施される年なのでちょっとオリンピックの影響を受けて例年よりもね少しだけちょっと後ろにずれて8月の14日から16日ですね14、15、16というのが2021年度の論文試験のね日程という形で公表されています。まあ、要はもう真夏真っ只中3日間論文なのでこう文章を書き続けなければならないそういった試験であるいはこう体力勝負的なそういった意味合いも有する試験がこの論文式試験ということになってきます。 ではどれぐらいの率で合格できるのかと言いますと合格率は約15%ですよね、まあ、7人に1人しか合格できないと言っていいと思います7人というのは担当式試験合格した人のうち7人のうち1人ですので、まあ、かなり合格率は論文式試験に厳しい試験だと思いますでこの合格率の厳しさはこういつも言い訳的に言うんですが、えー、合格率の厳しさはその資格試験を合格した後の、ね、使い勝手と大いな関連性がありますつまり 比較的取りやすすいですね合格率の高い試験、資格というのはではね、ねその資格試験を取って受かってすぐに就職転職に直結するかというとなかなか難しい面があると思います。一方で合格率の厳しい試験というのは例えば司法書士さんなんかもそうなんですけど合格率の厳しい試験というのは受かるのは大変なんですけど合格しますと希少性を生み出しますので就職転職に直結するということです。 まあそういった意味でこの合格率の厳しさはですねちょっとポジティブに合格すれば鑑定士としてですねえこう使い勝手がいいというんですかね、希少性を生み出してそういったこう合格率だと思ってください。では、どれぐらい勉強すれば学習すれば論文式試験に合格できるのかといいますと大体いい2000時間ぐらい勉強時間、最低でも確保してもらうそういった必要があります。 科目が4科目にも増えますし論文文書を書く訓練もしなければならないので、まあ、最低でも2000時間ぐらいはね勉強時間確保していただく必要があります。というのは、えー、とこれ苦手科目があるるととなかなかか合格すすことは厳しいです当然論文式試験も相対評価の試験なので、えー、と難しい問題は皆書けませんので合否に影響はしません。 ポイントは皆が書ける問題を自分も同じように書けるようにしとくってことです、えー、と基礎を重視してバランスよく4科目をですね学習してで平均的なと案他の人に差がつかない答案を全科目そえられれば合格です特に得意科目は不要で苦手科目をなくして底上げしてで基礎知識を重視して基礎を重視して4科目、ね、バランスよくですね学習をしてで皆がね かける答案と同じような答案平均的な答案を全科目さらえられれば合格ですねそういった試験がこの論文式試験ということになってきますで鑑定試験のですね特徴がさらにありまして大きく2つポイントがありましてまず1つは一度担当式試験に合格しますと論文式試験が最大3回受験できるそういった制度になっています、えー、と担当免除制度言い方変えたこ三振制度みたいな制度になっています 特に鑑定試験は働きながら勉強を、ね、なさる方が多いので働きながらの方はこの担当免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになってきます続いてもう一つ短期合格が可能となるよう試験問題の見直しが、ね、2016年度に実施されています今、鑑定業界というのは、ね、人手不足なんですね、本当に人手不足なんですなので国土交通省はですね学生だったり不動産分野以外のね 方にも積極的に鑑定試験チャレンジしてもらうようにですね。えー、と、試験問題の見直しを実施しています。つまり、それまでは知識量を重視したベテラン有利の問題が出されていたんですけど、えー、試験制度の見直しで、ね、試験問題の見直しで、えー、基礎を重視した初学者でも短期間で受かるような、そういった問題にですね。見直しが行われています、えー、実際にですね。試験問題の見直しが行われた後においてはこうね。短期で合格する人が増えています。 昔はベテラン有利でなかなか一発効果厳しかったんですけど、えー、こう見直されたあとはですね奨、えー、学者の方が短期間で,です、ね、こう一発で受かるそういった方もねどんどん増えてきています。今には単純に言うと、ね、受かりやすすくなっていますで踏まえてですよねでは皆さん鑑定士興味持っていただきましてでは、ね、年明けから鑑定士を目指す。 最短で鑑定士になるルートはどういったルートかというとそれは年明けから担当論文一発で受かるというのが最短ルートということになっていきますただそれはなかなか厳しいというのは今までの話からお分かりいただけると思います特に働きながらの方はなかなかね年明けから担当論文一発というのは厳しいと思いますなのでレックとしてお勧めする合格戦略はと言いますとまずは こね、担当免除制度を活用して,、ね、用してまずは2021年度は担当に特化してで短期で担当に合格をしてもらってで担当の負担をなくしていただきまして論文の学習に専念して2022年度に論文に合格してもらいたい2段階で合格を目指すというのが年明けからですとね 戦略的な合格の仕方ということになってきますこの担当免除制度を活用して2021年度はもう担当に特化してで短期で合格して担当の負担をなくしていただきまして論文の学習に専念していただきまして合格率と厳しい論文の学習に専念してで担当免除制度をうまく使って2022年度に論文に向かってこう2段階で合格を最終合格を目指すというのがえ合理的なえ合格戦略の仕方でやり方ということになってきます。 でまずは2022年度は担当に特化した学習ですね、コースを受講してもらいたいですね。まずは2021年度は担当に特化したコースを受講してもらいたい。で、レックですとあの通常のコースとして担当に特化したですね、担当合格コースというのがまあ全50回という形で通常のコースがあるんですけど、ただ年明けから、 担当豪華合格を目指す場合にはぜひ、ね、おすすめしたいコースがありましてそれがこちらですね年明けから4ヶ月で担当合格を目指す2021担当スーパー即終コースですね全27回の,この、ね、即習コースが年明けからですとおすすめということになってきます。 でではですね通常のコースと比較をしながらこの即習コースのです、ね、特徴ポイントをですね説明をしていきます。まず通常のコースとですね最も違うところこのコースの一番のポイントはですね通常のコースとからますと講義回数がですね 少ないというのが一番の特徴です。あえて少なくしています。通常のコースよりもですね、講義回数をですね、あえて少なくしています。つまりはこの図を見ていただきまして、ね、えっ、ー、と通常のコースはですね、全50回の講義回数なんですけど、この速習コースは約半分の27回のですねコースになっています。ただ通常のコースのまあ半分のとか約半分。 それ合格するための知識としては、ちょっと足りないんじゃないのと思いませんかね。いやいや半分ってちょっと少なすぎるんじゃないのと思いませんかね。えっ、ー、と、この通常のコースというのは、これすぐ確実に担当突破を目指すことを目的としたコースなんですね。なので、えー、講義においては、例えば保険的にこう c ランク的な知識も触れていきますし、さらには。 一旦学んだことからをです、ね、もう一度確認する、ね、総,まとめ総まとめの講座なんかも通常のコースの方には含まれています確実に担当の合格を、ね、目指すそういったコースですので保険的に C ランク的なところを扱ったりあとは一度学んだことをもう一度確認するような総まとめ的な講座なんかも、ね、通常のコースです。けど えとこういった資格,資格試験で、ね、特に働きながらこういった、ね、資格試験を勉強してで一番、ねえー、不合格になってしまうです、ね、理由ですね働きながらこういった、ね、勉強を行っていてで不合格になってしまう一番の理由はそれは仕事が忙しくなって講座を消化しきれずに本番を迎えてしまってで不合格するの一番の理由なんですね。つまりいくら 総まとめ的な講座が入っていても、それ消化しきれなければ意味がないということです。なので、なので。この速習コースはですね、速習コースは。担当本試験を徹底的に分析してです、ね、しっかりと分析してですね。徹底的にですね。担当の知識、合格するための知識に絞り込んで講義を行っていきます。 この速習コースはですね担当の方式をしっかりと分析して徹底的に担当合格に必要な知識に絞り込んで講義を行うつまりは消化不良を起こしにくいカリキュラムになっているというのがこの速習コースのです、まずは一番のポイントということになっていきますえっ、ー、10の不確かな知識よりも5の確実な知識で短期間で合格を狙う戦略的なコースがこの 速修コースということになってきます。えっ、ー、と担当というのはトップで受かる方がビリで受かる方がもう合格は合格です。あの担当の点数は論文に引き継がれません。なので、ちょっと言葉は悪いんですけど、この速修コースというのはギリギリでも構わないので、なんとか担当合格に素り滑り込ませるね。そういった戦略的なコースがこの速修コースということになってきます。 ただそうは言ってもいやいや本当に年明けから四ヶ月で合格可能なんですか間に合うんですかってことです確かに年明けから担当論文一気に合格するというのは厳しいです年明けから特に働きながらの方で担当論文一発で受かるというのはなかなか厳しいですただ担当だけに特化していただければ十分年明けからでも 学習 OK、合格することは可能です。担当だけに特化していただければ、年明かり4ヶ月でもですね、十分に合格することは可能です。なぜかと言いますと、この速習コースというのは、えっ、ー、とこの知識をインプットしていく講座についてですね、通常コースよりもですね、回数を絞っています。 つまり講義の時間も少なくなりますしさらにそれに伴って復習時間も、ね、少なくなっても圧縮されています知識を、ね、インプットしていくですねインプット講座、通常のコースよりも回数を絞っていますつまり講義時間も少なくなりますしそれに伴って復習時間も圧縮されますえー、とこの図を見ていただきまして、ね 先ほど説明した通り担当に合格するためには講義の時間も含めまして通常のコースですと大体500時間ぐらいの勉強時間が必要となっていきます一方ねこの即習コースは講義の時間も少なくなりますし復習の時間も少なくなりますのでこれ大体400時間ぐらいに圧縮することができますで年明けか,から4ヶ月というのは120日ぐらいですね400 120時間を120日で 割ってみてみください400時間そうすると一日あたり勉強時間って何時間になりますかねだいたい3.3時間ぐらいです。3. 3時間ぐらい、えー、と週末多めにやっていただければ平日は大体いい2時間ぐらいであの皆さん通勤通学とかで往復2時間ぐらい使っていませんかね あのこの400時間というのは通勤通学の時間も当然含めていただいて構いませんので要するに往復のね通勤通学の2時間勉強時間に当てていただければあと週末ちょっと多めにやっていただければ十分年明けからでもこの400時間ですね講義消化することができます。しかもあの例えば宅研試験を勉強していたとかあとは他の勉強で例えばね 担当式試験を受けたことがあるとか担当式試験に慣れてるとかそういった方ですとさらにこの勉強時時間間が例えば300時間とかに圧縮することができます、えー、とこの速習コースはねもう開講して11年目なんですけど、まあ、実際にですね過去合格者の中にはですね、えー、とやっぱり勉強時間として300時間帯とかあとね200時間帯とかでも抜かってる方全然いますのでですね えと十分にこれ圧縮してですね年明けからでもです、ね、間に合わせることはね可能ということになってきます。じゃあこのコースですね申し込むにはですねどれぐらいのコストがかかってくるのかってことです。まあ、受講料とか、ね、大事なことですね、受講料です。この即終コース、まあ、講義の回数もね少なくなってますのでコストとしましても、ね、受講料かなり安い、低い金額に設定されています。 っと具体的にはえっと早期割引等々を使っていただければ通常のコースの一般価格よりもですね大体55%ぐらいの金額ま,あ今度はすみませんオフというのはちょっと間違ってま,す食ですねすみませんがオフというのはちょっとなしでしてすみませんオフはなしですね。 えとこの通常のコースのですね、まあ、55%ぐらいの金額で申し込むことができます。総期割引等々をね、活用していただければ、通常のコースのです、ね、価格のですね、まあ、55%ぐらいの金額で申し込むことができます。あの初期投資が少なく済むということです。あのぜひですねあの、他の予備校さんとか他の資格の,です、ね、あの受講料と比較してみてください。あのこれかなりです、ね、あの初期投資 低い金額でですね勉強を始められると思いますそれもね一つこの,この、ね、コースの特徴ということになっていきますただ安いということは安かろう悪かろうつまり通常のコースと比べるとなんか追加的にお金を払わなきゃならないとかあとは教材とかあとねえー、っと問題とかも通常のコースとはなんか違うじゃないか安かろう悪かろうんじゃないかって思ったりすると思うんですけどそうではありませんえー、っとこの即週コースはですね 教材等々通常ののコースとほぼ一緒の内容になっていますつまり基礎テキストだったり、えー、過去問集当然含まれていますしあとはアウトプットつまり問題の回数等々も通常のコースともうほぼ変わりません。 つまり、あとから余計なものをね、別ッ付け足したり、買ったりする必要はね、一切ありません。この特集コースだけ取っていただければ、教材等とも全部、問題等々も全部含まれてますので、まあ、通常のコースとほとんど同じですので、十分にですね、担当を合格する力が身についてくるということになってきます。では、この特集コースですね、どういった構成で成り立っているかといいますと、えー、ちょっと、特集コースの構成を説明していきますね。 はいえーね、2020担当スーパー即終個性27回です。で、えーとね、これ2つの時期に分かれてきまして、えー、とまずは大枠としましては、えー、知識をインプットしていくこ担当基礎という時期がありましてです、ね、担当基礎あとは、えー、と問題を数多く解いていくですね担当完成期ですね担当完成期要は知識をインプットしていく担当基礎期ですね。 実際問題を解いていくアウトプットをしていく担当完成期という形で大きくです、ね、こう分けることができます。でこの知識をインプットしていく担当基礎期において受講していただく講座がこの担当スーパー促修講座ということになってきます。知識をインプットししててい講講座座こののとうはページ戻りまして この即習講座というのはこれ、速修コース専用のインプット講座になっています。この速習コースのためにですねえ設定されたえインプット講座がこの担当スーパー速修講座ですね、速修専用のインプット講座が担当スーパー速修講座です。えっと、官定理論11回行政法規9回の全20回ですね。 1>, えと1回の講義時間が2.5時間ですね、それを20コマ受けていただくのが、担当スーパー即習講座ということになっていきます。で知識をインプットした上でで、続いて、実際問題解いていくですね担当完成期のアウトプットですね、まずは担当実践等ですね。 本試験レベルの実践的な問題は答案練習会ですね、えー、と行政法規3回鑑定論3回の全6回について問題を解いていくのがこの担当実践等連全6回ですで最後全日本レベルで全日本規模で模試を受けていく全日本担当公開模擬試験全1回受けていただきましてで5月の担当式試験に臨んでいただくこういったスケジュールになっています。 でこのアウトプットの実践当練公開模試というのは、えー、と講義時間としましては、えー、とまず2時間で40問問題を解いていただきましてで休憩を挟んで50分の解説講義ですねそういった構造になってますまあ官邸での行政を機それぞれ2時間ずつで40問を解いてそれぞれね50分ずつの解説を聞ですねそういった講義スケジュールになっていますでこの実践当練と公開模試というのはこれ通常のコースと共通ですこのののアウトトプットの2つの 当連と公開して通通常のののコースと共通のものになっていますつまりはつまりはこの「速集コース」というのはまずは担当基礎期インプットの時期は「速集」専用のこの「インプット講座」であります「担当スーパー速集講座」で効率的に知識をインプットしていただきましてであとは「 通常のコースと合流をしてですね通常のコースと合流をして、えー、実践等連と公開文書を受けて、ね、多くの問題を解いて仕上げていく単刀、ね、完成期ですねインプットは即手専用の効率的な講座で受講してであとは通常のコースと合流してアウトプットは、えー、通常のコースと共通の実践等連公開文書を受けて仕上げていくそういったこれね構造になっています。 で受講形態なんですけどまずはこの担当スーパー促修講座はですねインプットはですね通信のみですこれ通信受講ですねなります生クラスは設定されていませんいや自分ちょっと生クラス通いたいんですって方もいらっしゃると思うんですけどただですね、えー、と生クラスは、ね、ちょっと大変なことがありまして 例えば通常のコースというのはこう毎週日曜日生クラスが設定されているんですけど朝の10時から12時半まで2時間半1コマで1時間,1時間の休憩は挟んで午後の1時半から4時までで2コマ目という形で毎週毎週日曜日2コマずつですね朝の10時から昼休みを含んで夕方の4時までまあ6時間ですね休憩はを挟んでさらにこう通学をする時間も含めますと大体こう7時間ぐらいですね毎週日曜日ですね 時間を確保していただく必要がありますこれ結構大変だと思いませんがね年明けから毎週毎週例えば2時間日曜日7時間の、ね、時間を確保するという例えば働きながら年明けからです、ね、毎週毎週です、ね、7時間ずつを確保する結構大変ですよねあの。やっぱりお仕事お忙しくなるとか、えー、と家族サービスとかいろいろねやっぱり用事があると思います。なかなかやっぱりです、ね、毎週毎週日曜日とかを、ね、7時間の時間確保するのは大変だと思います。 つまり生クラスというのは、えー、と講義のスケジュールに自分のです、ねえー、都合を合わせなければならないということだね生クラスというのも勝、ね、ちで決まってますので、えー、講義の日程に自分のスケジュールをです、ね、合わせなければならないですねそういったこう大変さ、まあね、デメリットみたいなものがあります。一方通信というのはです、ね、レックの講座というのは1回の講義が4ユニット制,です、ね、ユニット制になっています。 1>, 1ユニット35分で掛ける4ユニットで1コマ2.5時間の講義が設定されています。なので例えば朝早く起きて1ユニット35分講義を見てで通勤通学出社してでお仕事例えば早く終わらせてで早く帰ってきて残りの3ユニットつって見るみたいに要するに 1>, 1日の中で35分の隙間があればどん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 講座の受講をですね入れ込んでいくことができるというのが通信受講です。つまり通信というのは自分のスケジュールに講座の受講をこう入れ込みやすいですねそういったメリットがあるのがこの通信の受講の形態です。 特にこの即習講座というのは年明けからある程度タイトなスケジュールで講座を受講していただく必要がありますので自分のスケジュールに講座の受講を入れ込みやすい通信の方が効率的に講座を消、ね、化することができるなのでインプット講座につきましてはこれ一方でこのアウトプットの時期ですね実践討論公開もしこちらは、ね、生クラスがあります。 ええとスケジュールとしましては？こちらですね。まず、実践討連えっ、ー、と実施校は、えー、これ、東京の水道橋本校だけになっています。えっ、ー、と実践討連実施されるのは東京の水道橋本校だけになっています。えっ、ー、とこれ、3月の28日からですね。 えと毎週日曜日午前中行政放棄10時から午後2時から鑑定と呼んだ形でですね3週にわたって実践通りですね全6回分のスケジュールが組まれていますで一方公開模試はですねえと4月の18日がえスケジュールと日程になってましてで公開模試はですねあのいろんなところで実施されます定携区も含めて15箇所の本校で。 えーっと水戸橋本校、あと札幌、仙台、富山、あと金沢、定型校、静岡、梅田駅前、京都駅前、神戸、岡山、広島、山口、高松、福岡、那覇本校、ですね定型校も含めて15の本校でこれ公開模試実施しますのであの最後の公開模試だけはこう生で受けたいという方はです、ね、ぜひお近くのこの本校でね生クラス、公開模試を、ね、受講するようにしてください。なので受講形態としましまては 3つですねまずインプットアウトプットを全て通信で受講する形態とあとは模試のみを通学する形態とあとはこれ東京の水道橋本校だけなんですけど東連と模試を通学する形態とです、ね、一応3つの形態にです、ね、分けることができます。 で通信の受講につきましてはですね、えー、とウェブでの受講と DVD での受講に分けることができますウェブでの受講というのは、えー、とパソコンだったりあとダウンロードしますとスマホとかで講義を受講するって形ですで DVD というのはですね,、えー、これね DVD で講座を受けていくってことです、えー、っとウェブ講座ですとこう視聴期限があります えと本試験五月ですので五月の末が視聴期限になっています。DVD の方は、ね、手元に映像が残ります。その分ですね DVD 講座の方がね少し値段がね受講料が高くなっています。ただ内容はですねウェブでも DVD と同じ内容のものになっています。ただ例えば通信ですよね生クラスがないので直接ね講師に質問ができないとか、えー、ちょっと質問が難しいんじゃないかって思う方もいると思うんですけど、えー、と当然こう通信なりなお 生え質問の仕方が設定されてまして、えっとメールでのこの教えてチューターというですね質問制度がこのコースにはねつけられています。生で質問できない代わりのとこメールでの教えてチューター質問制度がねついています。あのこれ回数制限はありません。 あの勉強内容、もちろん勉強方法、何でも構いません、鑑定ルールについては私が直接、ね、質問を返していきます。えー、と週末等々だければですね基本的に1日ぐらいで返していきますので、えー、と直接質問できない代わりに、ね、十分なりえると思いますのでぜひ、ね、教え中いはメールで質問を活用いただいてどんどんごどん、ね、質問していくようにしてください。で この担当スーパー促修コースを受講していただきましてで見事、担当に合格していただきますとですね2022年度は、ね、論文の勉強を始めるということですね当然、論文だけのコースですね、2022論文合格コースですね、準備しています。 しかもこのね担当スーパー即終コース受講していただきましてで一発で受かっていただきますとあの合格体験記とか、ね、書いていただく必要はあるんですけどこの一般価格よりも40%、ね、低くなった割引の金額で申し込めるようなそういった割引制度なんかもしっかりと準備していますのでまずは2021年度は、ね、こう担当に特化していただきましてこの即終コースで、ね、担当合格を目指していただきたいということになってきます。 で、この速習コースですね。どういった方におすすめかと言いますと。はい、まずはですね。宅建知識がある方ですね。おすすめです。あの、先ほど行政法規ってのは宅建試験で学んだこと、4割ぐらい重なってくる。あの宅建で学んだことをですね。一番活かせる資格が多分鑑定試験だと思います。 一番親和性があるのがこの鑑定試験だと思います特にあの直近に宅検試験勉強されていた方今ねあの 宅っ試験で学んだことが頭の中に残っておく、宝が今、ね、頭の中に残っている状態だと思うの、ね、で、その宝をです、ね、あのぜひ生かしてください。あの時が経てば経つほど、その宝知識が、ね、どん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 ね失われてしまいますので、ぜひね、直近に宅っ試験を勉強した方は、ですねその持っている宝をですねぜひ有効活用してください。その有効活用、一番しやすいのがあの信話性の高い、ね、鑑定試験だと思いますので、ぜひね、たっけん試験で学んだことをですねあの鑑定試験に生かしてみるようにしてください。おすすめなのが、ま 勉強されていた方ということになってきます。続いて。えー、過去に学習経験がある方です。えっ、ー、と、以前、独学等々ですね。鑑定試験、チャレンジしたんだけど。で、ちょっと、なかなか受かんなかった。で、もう一度チャレンジしたいって方ですね。えっ、ー、と、この速習コースというのは。えっ、ー、と、知識をコンパクトに効率よく学習することができますので。実は、これ、ね。学習経験者の方にも、お勧すすめなのが、この速習コースです。 特習コースは知識をコンプに効率的に学習することができますので、学習経験者の方にもお勧めなのがこの即習コースということになってきます。さらには短期集中、学習で一気に担当突破をしたい方はぜひお勧めです。あの年明け2020ですね。1年度になってしまうとですね。年明けてしまうと、もしかしたらばもう年が明けたんだから。 2022年度の本試験に向けてゆっくりと学習を始めたいっていう方もいらっしゃると思います。いやもう年明けたならば2022年度の担当論文の勉強をゆっくり始めたいという方もいらっしゃると思います。あそれはそれで間違いじゃないんですけど、ただこれゆっくり勉強できるというのは期間が長くなるということ、ね。期間が長くなるというのはこれモチベーション維持維持するの結構大変です。やっぱ期間が長くなればなるほどモチベーション維持がねやっぱり 上げ下がありますので、維持するのが大変です。えー、っと、速習コースというのはね。四ヶ月集中してやる。こうね、モチベーションを維持するとか、そんなことを考えるまでもなくですね。一気に本試験が来てしまいます。なので、こう短期の方がですね。えー、こう集中できてて、効率的にこう学習することができます。で、あの鑑定試験、最終合格を近づけるために、一番重要なのは何かというと。なるべく早い段階で、担当式試験に合格することです。 担当に合格して担当の負担をなくすことですつまりは例えば年明けて2022年度に向けてゆっくりと担当論文を一発で受かることを目的として勉強を始めるよりも2021年度担当で,でいうことを受かって2022年度論文最終合格のほうがこれね最終合格の可能性絶対に高まってきます2022年度に担当論文一気に勉強するよりも 今まだ全然受かる可能性がありますので2021年度担当を買ってで担当の負担をなくした方が2022年度に最終合格するです、ね、可能性は高まっていきます。なのでぜひですあの年明けから2021年度の担当試験に間に合わせるコースは REC の,の,の即終コースだけです。でね本当にこれ11年目なんですけど多くの方が、ね、本当に一発で受かってますのでぜひ受かるチャンスがある以上ですね この即習コースで短期で担当を受かっていただきまして担当の負担をなくしていただいて2020年の2 0 2 0年度に最終合格を目指していただきたいということになってきます。 えと今、ね、鑑定業界、人手不足です。で、鑑定業界で今今、ね、変革期になりますので、えー、このガイダンスを見ていただきまして、鑑定士に興味を持っていただいて、ね、即終コースで、ね、短期で受かっていただいて、で最終合格していただいて、あの次の鑑定業界の担い手にこう皆さんがなっていただけたらならば、ありがたいなと、いうふうに思っております。